祭壇、ウンバンダは、1920年代に成立した、ブラジルの一神教の宗教である。カトリックの信者で霊媒だったゼリオ・フェルナンジーノで、モライスが率いた信仰アフロカ宗教とカルデシズムの宇宙論を統合したニテロイの小グループに始まった。天章を信じ、最高神オロルンのもと、インディオ、黒人奴隷のソレカトリックの聖人などを報じ、信者に憑依した、精霊。

東洋の宗教などの諸要素が混ざっており、グループによって各要素の採用の度合いが異なるため、各グループの独立性、自立性が高く、非常に多様である。ポルトガルのカトリック教会が黒人奴隷たちの宗教を弾圧し、彼らが信仰を守るために、自分たちの神とカトリックの聖人を結びつけたことから、ブラジルではアフリカ系宗教とカトリック系宗教が混合している。 ウンバンダの神は、アフリカの神でありカトリックの聖人でもある。アフリカと先住民の崇拝重視、積極的な生き方の協調が大きな特徴である。モライス・モラエスとその信者は、アフリカ発祥の教義と儀式を捨てて、カルデシズムにおけるカルマ、階層宇宙、精霊とのコミュニケーション、連続する転生による霊的進化の概念を取り入れ、スピリチュアルヒーリングを重視するようになった。 こうした、取者選択は、ブラジル系インディオの精霊、資料カボクロの導きによるという。1918年に、リオでカルデシズムの集会が開催され際に、モライスがカボクロに憑依されたが、白人の霊より程度の低いインディオの霊であるという理由で集会から追放されたため、独立してウンバンダを起こしたと伝えられている。つまり、インディオの資料を、指導霊に、 アフリカの憑意儀礼を行ったカトリック信者によって始められたと考えられている。ウンバンダはブラジルで奴隷制が解体し黒人奴隷たちが自由になるとともに社会的経済的基盤を失ってアノミー状態になりそれまで秘密裏に行ってきたアフリカの憑意儀礼を表立って行うようになりまた近代化、都市化、工業化の流れに抵抗するエネルギーが高まり アフロブラジリアンカルトの再編成の潮流となった時期に成立した。原始的なアフリカの宗教の発火と心霊術の国家が交錯しており、正統派カルデシズムからはカルデシズムの黒色化、スーダンのヨルバ文化の影響の強い伝統的カンドンブレからはアフロブラジリアンの宗教の白色化として批判的に見られてきた。カボクロ年長の奴隷信者は地球を 償いの場と考え、前世の罪を償い、キリストの教えに従って生きることを学び、知的に、道徳的に進化するために人は今ここにあると考え、道徳的進化のために、事前活動を行う。事前意識は、社会との関わりを促し、コミュニティ、土地への帰属意識を高める。ウンバンダの教義と儀礼を日々学習し実践することで、信者は自分の守護令と語り合う能力を開発し、 苦しみを癒し、生きる力を高めると考える。精神的な問題、情緒的な問題、身体的な問題の多くには霊的な問題があるとみなして、指導霊や仲間による霊的コンサルティング、進行治療、除霊などが行われる。宗教上の存在は、最高神、オロルンを頂点に7つのラインに分類され、各ラインは7つのグループといくつかの小グループに分かれる。 カクラインは、好位の精霊で、仲介的な神のおりしまたは、カトリックの聖人が、オロルンの名のもとに監督し、肉体を持たない、様々な段階の精霊で構成される。特に、カボクロと年長の奴隷が欠かせない存在で、彼らは、ブラジル社会のすべてのエスニックグループや社会階級の、優和を目指す。ブラジル系インディオや、年長の奴隷たちの霊は、 薬草治療の知識を持つ。カルデシズムが医師や作家など知的な白人の例が中心でエリート的な面があるのに対し、ウンバンダはもっと一般的な分野の精霊が多く、その性格は非常にブラジル人的である。精霊は霊媒のトランスを通じて出現する。霊的進化により悪い霊も良い霊に進化すると考えるため、霊媒に憑依するのは 白色霊と呼ばれる良い心霊だけとされる。1960年以降の信者の増加が著しく、1930年代のバルガス革命に始まり1960年代に進んだブラジルの都市化、工業化という近代化において、ウンバンダの信者が主導的役割を果たしたと評価する学者も多い。都市中3階級に広まり、白人信徒も増え、 反白人的色彩は薄まっている。ブラジルから日本へ移民した人々の中にも信者がおり、ウンバンダのコミュニティに属して、人助けをし、浮かばれない同胞と日本人の霊を助けることを、通して、日本での低い社会的地位への苦痛を和らげ、ブラジル人アイデンティティを大切にしながら、日本を否定せず生活する助けになっている。ありがとうございます。